ちは、ビワビーです。このバンドはですね、音を正せば僕が1回生の時で、皆さんが2回生の時に企画を組もうっていう話があったんですけど、気づけばかれこれ5年経ってしまって、ようやく最後の最後に滑り込みで実現した企画になってます。本当に最後いや、で、いやそうなんです。で、いや、まあ見てもらったら分かる通り5年経っちゃってるんですけど、僕が言いたいことはただ一つ、企画組もうって思ったらもうすぐ実行に移してください。5年なんてすぐ経ってしまうんで、みんな多分5年じゃないんで、なおのことね、多分もうすぐやってください。じゃないともう本当にもうチャンス逃しちゃうんで、大事ですそれは。でも最後の、まああれなんですけど、宮さんから何か言いたいことありますか？はい、どうも、みわです。みわです。みわみです。そうですね、企画の話、出ましたけど、企画っていうのはいつもやってる本バンド以外にいろいろ挑戦できる場所なんで、皆さんいろいろチャレンジしてもらえればいいかなと思います。で、チャレンジしていると毎回ね、そのライブ一つ一つ出るときにただ手にやるんじゃなくて、なんか新しいこと一個チャレンジするとだんだんそれがね、なんか自分の個性みたいになってね、でどんどん上手くなっていって他の人も評価されたりするわけですよ。で、そうやって、ね、どんどん自分の個性をね、強みにしていってほしいなと思うわけです。で、そのね、強さをね、表すためにもね、いいぴったりの曲があるんですよね。ストロングって言うんですけど、それをね、今からちょっとやろうと思いますので、ぜひね、それ聞いて、皆さんのその自分の個性磨いていってくれればなと思います。じゃあ、聞いてください、ストロング。Thank you.
ありがとうございました。